EC126 です。まあ、三三ができるなら、こっちの方も、例えば4点とやってやると、44になってできるんで、それもできるようにしたいということで、n を変化させれるようにしました。まあそれに伴って j と g を自動生成するためのプログラムをちょっと作りました。それがまあこの辺にあるんですが、例えば2点と2点だとこんな感じでできると。で、これにあるのように、4点と4点だと、といった感じでできるように、プログラムを作ったと。それで、4点の場合は、16分の7オームで、同じ方だと、1オームということが分かりました。まあ、4点のやつというのと、それから、あ、これ2か。N が2のやつは、1オームは確か分かっとったんですけども、例のループのマスの抵抗の、あれで、4の場合はいつかというと、こんな感じで、2分の1オームということが分かりました。というんで、こっちの方もこの数字を書いてあると、例えば、上側が10個で、下側が10個の場合は、こうなりますというんですが、それをマスクにやらせると、結局、こういうふうになるよということが分かったので、いちいちこの全パターンを求めなくても、プログラムで自動的に求めることができます。例えば10ってやると、今後が自動的に作られて、全部の電圧が計算されて、この電圧は5分の1を持つことが分かります。ということで、同じ側の濃度感と反対側の濃度感の任意の円の時の抵抗が求めれるようになりました。はい、以上です。